風の向こうへ地平線は君を呼んでる果てしない大地に生まれた日から生きることはそうさ違うな。サバンナ中のライオンを写真に撮るつもりなのかい？さすが研究熱心だな。ところでケン、そろそろ昼飯についても研究してみないか？うん。この辺りも変わったな。人間が増えた。俺が子供の頃は一日中車で走り回ってたって人間に会うことなんかめったになかった。今じゃ監視官が一日でも目を離したら動物たちはみんな持って行かれてしまう。密猟者？ああ、ケンの好きなライオンも随分やられてるよ。シロ、お前元気か？今どこに？もう会えないのかい？ケン、そろそろホテルに戻らないと夕方からの研究発表会に間に合わないぜ。はい。未来の動物博士、早く大人になってこの自然を守ってくれ。はい。頼もしいな。もう一回りして街に戻ろう。はい。でも緊張しちゃうな。人前で話すのって苦手なんだ。大丈夫大丈夫。危ないじゃねえか。申し訳ない。大丈夫？なんだって急に飛び出したりしたんだ。それが仲間の車とはぐれちまって困ってたもんで。それでこんなとこで何をしてた？いや、ただの観光だよ。それにしちゃ随分と立派なものを担いでるじゃねえか。この辺りは物騒だって聞いたもんだからね。僕たちこれから町に戻るとこだけど、よかったら一緒に帰りませんか？いいでしょ、シド。ケン。そうかい、助かるぜ。
どこに泊まってるんですか？ん？まあ、仲間のうちにな。その仲間ってのは一体誰だ？ん？さてな。どこのやつだ？シド。言えないようなやつか。まったくよ。昼飯ぐらいゆっくり食わしてもらいたいもんだぜ。食い終わったら遊んでやっから、もっと静かにしてなって。こんなことだろうと思ったよ。パンジャの森へ。トニー、みんなを誘導してくれ。レオはどうすんの？僕は奴らを引きつける。あ、おい見ろ、バラ白いら呼んだ。おい飛んだ。そうだ、僕を追ってこい。スピードを上げろ。仕方がなかったんだ。仲間を助けるために。人間は皆敵なんだ。遅いな、レオ。まさか。レオ。心配ない、レオは必ず戻ってくる。奴は死にません。あ、見て、あそこ。レオ！あいつらは死んだよ。やったぞ。やったな。いつもいつもやられるのは俺たちだけだったからな。そうさ、人間なんてみんな悪党なんだ。死んで当然さ。とにかく危険は去ったんだ。パンジャの森に帰ろう。今のアフリカは動物に会うよりこいつみたいな密猟者に会う方が簡単なんだ。こいつみたいなのが5万といる。俺は他の連中とは違うぜ。どこが違う？お前も自分勝手なただの悪党さ。うるせえ。俺はあんなバカ者ともとは違う。誰も知らんだろう、あの川向こうのジャングルのことを。手つかずの獲物のワンサがいる森を。おまけにその森の下には世界中がぶったまげるお宝が眠っている。待ってろ、このランプ様が必ず手に入れてみせるぜ。どうしたんだろう。どうしよう。もしかして。
シロ。ついてこいって言うのかい、シロ。面白いことが起こりそうじゃねえか。白いライオンなんてそんなにいるはずない。おい、シロ。ごめんよ、シロ。これカメラなんだ。もう映したりしないよ。助けなくちゃいけないんだ、きっと。あの野郎、とうとうパンジャの森まで。どうしよう。くそ。この森には何かとてつもねえお宝が眠っているはずだ。感じるぜ。確かにこのジャングルだ。必ず探し出してみせる。俺様の力でな。やっぱりこっちか。シロ、ありがとう。このくらいの傷大丈夫だよ。くすぐったいよ。笑わせるじゃねえか。ブブ。シロ、危ない、やめて。お前にいいこと教えてやるぞ。何？あいつの仲間が俺たちの仲間を殺し回ってるのさ。まさか。貴様は森を捨て人間の味方になりやがったな。違う。それじゃあそいつを渡してもらおうか。ダメだ、この人は。なぜ人間をかばう。
わからない。さあ渡してもらおうか。された仲間に何と言い訳するつもりだレオ。シロ、大丈夫かい？だぜ、これだ、これで違いねえ。シロ、ありがとう。僕、ここで大丈夫だよ。ほら、なんとかなるよ、僕一人だって。強くなったのはお前だけじゃないんだぜ。気づいてくれた。ありがとう、助けてくれて。シロ、やっぱりお前シロだったんだね。この人を知っている。確かに。パンジャの森だ。シロ、行ってあの森へ。シロ、さよなら。いい気になりやがって。さっさとやっちまおうぜ。待って、レオはもう来るさ。ちっ、どこ行っちまったんだレオのやつは。レオは戻らんぜ。レオはあいつの仲間と一緒さ、人間の味方に寝返ったのよ。レオがそんなことするはずないじゃないか。なんか訳があるんだ。行くぞみんな。待って、俺は行くぜ。バカ者どもが俺様にかなうと思ってるのか。白いライオンとは高い値がつきそうだぜ。レオ危ないよ。人間には許せる人間と許せない人間がいるんだ。なんだ？これがお宝か。こりゃ金になる。みんなぶったまげるぜ。
これで俺は億万長者だぜ。僕とパンジャの森を守ってくれたんだね。俺はどうして、俺は一体、俺は一体なんで。おい待ってくれ。同じなんだ。みんな一緒に生きているんだ。密猟者に追われてたくさんの動物たちがパンジャの森に入ってきた。縄張りをめぐって争いが始まってしまう。次回ジャングル大帝第23章、移住。ここはパンジャの森だ。みんな仲間なんだ。